上さん死ぬほど笑ってるよ。何じゃか。なんで笑っとんねん。なんかちょっとツボ独特みたいなツボ独特マネージャーのツボ独特だなって いつもあなんでそこ笑うんだよ。ボロクズじゃん。なんかめっちゃ笑とるやんけみたいな。それ以上全員マネージャー一緒だからね、うん、仲良しだから。お休みの日にさマネージャーがちゃんと寝ろよって言うとちゃんと寝ますって返してくるから、いや寝ろよって思うんだよ。でもすごい優しい。今テスト期間でさ、明日までテストなんだけどさ、課題は終わりましたかって毎日。そうなの。私はね基本的に鬼滅の話とか呪術回戦の話しかしないよ。それかおそ松さんの話とか。なんか一人一人もしかして話合わせたらホストなのかな、もしかして。あ、なるほど。笑っちゃうな。あ、これチーズか。あ、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 課題の時は、あとね、点数めっちゃやってないみたいな。もうなんか狩りしてる人だもん、完全に。楽しくて知っていちゃうよ。自由人なので、話の途中で飲むんですけど。でさ、課題全然やってなかったからさ、全部無視してたのね。毎日送ってくれてるのに。毎日終わりましたかって送ってくれてるのに。1ページもやってないから。1ページもやってないのに返事するのはダメかなと思って全部無視してたんだけど、1週間ぐらいかな、多分送り続けられたところで、すいません迷惑だったらやめますみたいなメッセージくれて、すいません1ページもやってないので無視してましたが、やったらちゃんと返事します、毎日送ってくださいって。おかげさまで課題は終わりました。いや優しいね。ねえ、かわいそうって言って謝っとけ。ごめんなさい。ごめんござる、そこは。